こんにちは、レイです。見てください、このピンクのスープ。これね、マミーが作ったね、味噌汁なんだけどね、ピンクになっちゃったの。マミーが作った味噌汁がピンクになっちゃって、これなんでかなったかっていうと、このピンクの大根をで味噌汁を作ってってマミーに頼んだんですよ。今日マミーに頼んだの。そしたらこのピンクの飲み物、これやばくない？だってこんな、皆さん見たことありますか？こんな味噌汁ピンクだよ、ピンクって。こんなの笑うしかなくない？大根入ってるんだけどさ、こうね、笑うしかなくない？だってこれピンクだよ、ね、おかしいでしょ。これ普通にさ作ってさ、これがさのお味噌汁できたかなって言われてさ、これ見たらさ笑うしかなくない？だっておかしいでしょこれ、という話でした。もう3年分ぐらい笑った。ちょっとすっごいおかしい話だったって笑えるかな、これ。笑える方は笑ってください。あの、笑えるとガンにも効くので、みんな抗がん剤なんかに負けないぞ、ガンになんか負けないぞ。おお、そしてマミーの作ったピンクのお味噌汁でみんな笑ってガンのをやっつけるぞ。おお、ということでレイでした。